はい、どうも皆さんこんばんは、くにりです。今日は先日公開されたナルグルラ希少種の映像に影響を受け、まだアップデート前なのに対ナルグルラ希少種用の装備を作ってまいりました。それをみんなに紹介しつつ楽しみだねっていう動画です。あのさ、まずナルが希少種が久々すぎてやばいんだけど、でさらに普通の毒だった気がするんだけど猛毒になってるっぽくない？まあ猛毒になったからといってね、どれくらい脅威が増すかはわからないけど、なんかすごいちょっと強くなって帰ってきてる感じがして嬉しいね。でね、消えるのもめっちゃかっこいいしね、武器も防具も楽しいなんだよね。でおそらくだけども結構毒が厄介になってくるんじゃないかなと思ってね、対策装備を整えました。まあ今から紹介するのが第1軍で、2軍3軍ぐらいまで作ってある。スキルはこんな感じで、回避性能をつけて人鱗磨きをつけてます。で技のおまけでついてるんですけども、基本的には切れ味を回避と人鱗磨きで維持していくっていう。で攻撃系スキルは攻撃、これ7にしたかったんだけどね、まあ回避性能つけてるから5になっちゃいました。攻撃5、属性攻撃強化5、逆恨み、超回心弱毒、高速変形、あと心眼もつけたんだよ。回避距離アップ、ひるみ軽減、かけりみ使い、恐竜症、連撃っていう感じになってます。まあ恐竜症で回心率 70% まで引き上げて、尻尾を殴った時にめっちゃ軽く出るみたいな、そういう感じの構成。まあもしかしたら尻尾あんま狙う機会なくて弱点特攻腐るかもしんないんだけども、まあマルチを一応想定してるんで、なんとか切れるでしょうと。あとダウンした時とかね、結構切れると思うんで一応入れてます。で心眼は翼とか硬い部位に当たった時に弾かれないように、まあ特にスルアクのぐるぐるチョッパーってやつ、あれはね弾かれた時のストレスが半端ないので、とりあえず2つけてます。まああとは回避性能レベル3で足りるか、まあ足りるかっていうか俺の腕次第なんだけどね。装備と装飾品こんな感じにしてます。一応今回もナルアクルア希少種の弱点は氷だと想定してこの武器で設定してる。頭からラスボス、ラスボス、カンナギ、ジャナフ、フィリアで、5石が高速変形レベル3のひるみ軽減レベル1、さらにスロットが211ってやつを使ってます。装飾品が攻撃、属性強化、回避12、回避距離アップ、人鱗、人鱗、通撃、心眼2、属性攻撃、属性攻撃、超回心、超回心、超回心、属性攻撃、属性攻撃って感じしてます。まあデモの映像を見た感じ、虹色の鳥さんがいるんだよね。だから基本的には HP もグッて上がるし、防御力もグッて上がるんで、まあこれでそうだな、短期催眠レベル4食って750ぐらいかいくと思うんだけども、それぐらいあればまあ耐えれるっしょ。でナルアクルが希少機種っていうのは基本的にはその動きが速くて消えて厄介で毒も付与してくる、その代わり攻撃力がちょっと控えめだよみたいな設定だったと思うんだよね。だからまあなんとかなるでしょう。でも防御つけたらもっと安定するんじゃないかなっていうことでこれも作ってみました。こんな感じで防御をレベル5まで上げて、強靭研磨運用、紫ゲージの強靭研磨運用にしてみました。まあこれどっちがいいか分からんね、正直。技物でもよかったんだよ。ガルクが今回連れていけて、ガルクに乗れば、まあ、研いでる間に食らうこともほとんどないと。で防御力が確かこれ800いくかな、あの鳥さんとったら。まあ800いったらよっぽどね、余裕で耐えれるでしょってことで。で防具と装飾品一応紹介しておきます。まあ真似したい人がどれくらいか分かんないけどね、念のため。防具がゼックス、クシャ、メルゼナ、ジャナフ、カンナギで、装飾品が匠、気絶、回避レベル2、回避距離、属性攻撃、強靭強靭、防御レベル5、心眼レベル5、属性攻撃属性攻撃、研磨3つ、強靭属性攻撃属性攻撃なってます。でもう一つよ、まだあるよ、これ。回避距離を、違う、回避をレベル5まで上げたやつ、これはねめっちゃ無敵ですよ。でこれはめっちゃ無敵なんだけど、まあ防御いらないかな。はい、ということで変えてきました。もう動画を編集してて、いやこれは弱いと思ってもうすぐ変えてみました。攻撃レベル7、氷属性レベル5、回避性能レベル5、人鱗脈レベル3。めっちゃ良くない？どう？これなら文句ないでしょ。もう回避性能レベル5と人鱗脈レベル3で、最初に紹介したやつの超回心をなくして回避性能上げてみたいな感じの装備だね。こっちの方が人鱗磨きとしてはいい感じかな。ただね、人鱗磨き 100% も発動させる必要があるかどうかっていうところ、ちょっと気になるわ。もしかしたらレベル1でもいいかもしんないね、これ。人鱗磨きレベル1にして、超回心レベル2にするっていう。そういう風なところも考えれるわ。で、一応今のスキル感、で、一応今見せたスキルな感じなんだけども、1スロー3つ上げてます。
なのでここに、まあ、つけるんだったら、いや、研磨は必要ないよね。人輪磨きつけてるんだから意味ないよね。大絶かな。あと、大絶と、毒属性。この辺いいんじゃないかな。ただね、猛毒だった場合、猛毒を軽減するだけなんですよ。毒状態にならないわけじゃないんだよね。だからそこがな、でもまあ、つけるんだったら、耐毒か耐絶、気絶再生。まあ、どっちかって感じだね。で、まあ、装飾品と装備紹介してと、インゴット、ラスボス、カンナギ、ジャナフ、メルゼナで、で装飾品が上から、回避距離、心眼、四スロのやつ、人輪、人輪、数撃、回避、四スロのやつ、属性攻撃、回避4ソロのやつ、属性攻撃、属性攻撃、人輪、属性攻撃、属性って感じになってます。で、さらに1スロが3つ空いてて、ここになんかつけれます。と、まあ今見てもらった通り、回避性能を、レベル4スロのやつを2つでつけてるんで、まあ3でいいなと。俺プレイヤースキル持ってるから、回避レベル5まではいらんなと。いう人は、ここにね、なんか違うの入れたりとか。まあ入れるとしたらどうなんだろうな。スラグの場合は、強化一族とかもいいから、強化一族入れたりとか。まあ、それぞれね、武器ごとに調節してみてって感じだけど。で、人輪がそんなにいらなかったら人輪変えて、遠石高速化、あ、違う、何言ってんだ俺は。超会心ね。超会心。もしくは、匠とかでもいいけど、匠つけるんだったらレベル3欲しいしな。あ、ここにさ、ちょっと待って、人輪外して、これつけようよ。あ、これ良くない？なんか、紹介しながら作ってるわよ、装備を。これ良くない？こうすることによって、まあ、耐毒が入れなくなるから、そうしたら、耐絶にしよう。耐絶入れて、こうした時のスキルが、こんな感じになりますと。まあ、火力は超回心がなくて、ちょっと申し分ない。申し分なくないな。逆だな。申し訳ない。申し訳ないけど、ま、連撃ついてるからいいでしょ。この息吹がつくことによって、もし仮に猛毒を受けたとしても、早替えですぐに回収できるっていう。より安全だよねっていう感じだね。あー、それいいね。で、ご飯食べて、あの、早替えすると体力回復するやつやれば、おう、リペアもかなり早く済むんじゃないか。まあ、ただね、漢方薬パッと飲めばね、モードが解除できるんで、そこはどういう風な価値観で見るかって感じだね。わー、めっちゃ楽しいね。あ、で、回避性能1個下げて、駆け抜け使いレベル3。あ、いいじゃん。ちょっと、それもいいな。無限の可能性を秘めた防具じゃん、これ。え、ちょっと、この防具一番いいわ。今一番最初に紹介したやつよりいいかもしんない。一番最初に紹介したやつは恐竜章ついてるから、その分なんか、回心率高くて、しかも超回心。あー、これもいいな、でも。まあ、難しいなー。まあ、尻尾をより狙える場面があるんだったら上。で、回避性能が重視される場面があるんだったら、こっちとか。まあ、いろいろ使い分けって感じか。あー、いいね。まあ、強人剣魔ウイヨの方が強い場合もあるけどな、紫ゲージで。じゃあちょっと、これでナルガグルカ行ってみるか。今、武器スロが3-1なんだけど、他のスラクってね、3-1。てか2-1あればいいのか。まあ、火以外は使いませるって感じだね。そう考えたら意外と強いかもね、これ。よし、じゃあ、この装備でナルガグルカ行ってみましょうか。あえて、人輪磨きレベル2の状態で、立ち回ってみます。これでどれぐらい切れ味が持つのかっていうのはちょっと気になるね。よーし、いいじゃん。で、お団子は、短期催眠と、この、早替え術。さらに、これ。まあ、俺はこれでいこうかなと思ってますね。たったたたったたったったー。ちょっと楽しみだな。人輪磨きと回避性能を使うの初めてだから、めっちゃ楽しみですね。まあ、尻尾ビターン食らったら、早替えするって感じ。だから、ここのね、十字キーのやつで早替えのやつにしとこう。よし、いいぞ。ここはカウンター。これは、なるほど、起床してもやる。で、もう一発来るか。おっと、おー、よけたー、いいね。おい、あーらまー、ここは、何やってんだ。あ、これよけるよ。はい、おいおいちょっと待って。え、余裕すぎるんだけど。おー、今、何も無意識やった。あ、これは食らっちまうわ。こういうのは良くないな。はい、はい。お、いいね。まあ、あと頭硬いから、基本的には後ろ回りたいんだけど、まあ無理だよな、後ろ回るのって。おい！めっちゃ発動するやん！てか待って、お前、早えって。
ワンコロがさ、もう総流状態にするの早すぎてやべえ。あ、人輪みやき、やっぱレベル2で十分だな。75% って結構な確率だもんね。あー、まあ 100% だったらやばいけど。てか今まだ切れ味ゲージ満タンだからな。ほい。あー、あと強化持続あってもいいかもしんないね。あー、でもまあいっか、強化持続。あー、どうなんだろうな、難しいな。スラークは考えることが多すぎて。人によってスキルが違うからおもろいよね。ほい。いや、なんか余裕か、これもしかして。火力あんま持ってないからちょっとあれかなと思ったけど、結構ひるんでるね。で、あとあれだ、多分硬い部位結構あのダメージ増えてるのかな。よいしょやべえ、めっちゃ楽しいぞこの装備ぬるすぎる。よいしょ、おれあれ、なんかスラック上手くなった気分になるな、これ。めっちゃスラック上手くなっちゃった気分になるわ。はい、これも方向は振り向かいしてみよう。えいっせーのセット。はい、余裕余裕すぎて草。なんかめっちゃ来てるんだけど、なんかめっちゃ来てるんですけど。はい、あ、乗る、乗らなくてもいいんだけどな。乗らなくてもいいね。で、とりあえずむちゃくちゃがむしゃらに攻撃しちゃってると、やっぱりあれだ、攻撃食らっちゃうわ。逃げんなよ。よいしょ待って待って、相手のことすり抜けれるんだけど。え、そんなすごいんだ、回避性のレベル5って。予想以上に打てー、くっそ。オッケーオッケーオッケー、もう俺1ダメージも食らわねえから。あ、てかさ、これで早替えしようよ。おお、回復する、いいね。おい、あ、回復する、もういいね。あ、いいねちょっと待って、ちょっと待って。お、俺の考えた最強の装備だこれ。もう誰が来るか気象し、これ余裕っすわ、絶対余裕だわ。あ、てかもう弱ってるやん。はい、じゃあ捕獲しちゃおう。これ4分ぐらいかな、もしかしたら。こんだけ遊んで4分やったら早いぞ。おい、どうよ。え、早え、3分30秒カップラーメンやん、お前。マジか、こんだけ遊んで3分30秒か、早くね。え、なんでそんな早いこれちょっと待ってごめん、早い理由が分からん。早い理由が全然分かんねえんだけどえ、ちょっと待って、いや、バグってる、頭が。俺今あんまり真剣に戦ってなかったのよ。ああ、これがあれか、余裕ってやつか。ああ、心の余裕ってやっぱ大事だね。はい、ということでね、最後のご視聴ありがとうございました。まあ、今回は七幕の希少種を妄想で倒すっていう動画だったんだけど、回避性能レベル5と人輪磨きレベル2にして、まあ、回避性能で積極的にフレーム回避していくと。で、さらに、心眼で、バサルモス級に硬い肉質。まあ、こんな感じでね、ナルガグルガの頭ってめっちゃ硬いんですよ、翼も。で、そこを弾かれないようにするために心眼レベル2まで上げて、100% 弾かれませんと。で、おまけで硬い部位のダメージも上がるんで、まあ、そんなにストレスじゃないよっていう、感じの構成ね。で、攻撃も7まで持ってるから、火力も十分だし、まあ、超回心これあったらさらに良かったんだけど、それはこの防具ではちょっと難しいかな。まあもちろんね、この息吹とかもつけてるから、息吹外して、で、あと心眼外して、そうしたら超回心2までつけれるから、ああ、そうしたらそれはそれでいいな。まあそうしたら恐竜症が欲しくなるんだけどね、俺は。もう病気なんででもとにかく回心率 70% じゃないと超回心つけちゃダメみたいな、俺の中での掟があるんですよ。はい、ということでね、ドラゴクラーク召集、カプコンさん、早めの実装お願いします。もうね、モンスターハンターサンブレイク、ほぼやり尽くしました。現段階で。マスターランクも200だからね。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。